祖は天になく地にもあらず、祖は燃ゆることもなく流れることもなし。聞け、かりそめの平和、偽りの力に溺れる者よ。千年の時を超え、一陣の風吹き抜ける時、やがて真実のみが残るであろう。一千年の昔、イシュタリアは今より平和な世界でございました。人々は皆一日の糧を求め生き、大地の実りや天の恵みに感謝する、そんな素朴な日々を営んでおりました。ところがある日、突然の災いが訪れました。空の一角に黒い影が現れ、それは見る間に大きくなり、恐ろしい竜の姿に変わったのです。邪竜ダルダンディス、やつこそ無限の魔力を秘めたクレーネの石を携えて暗黒の世界から飛来した魔人でありました。竜の魔の手は美しい大地を破壊し尽くし、人々はどうすることもできないまま、ただ逃げ惑うほかありませんでした。すべてのものが絶望に打ちひしがれる中、そこに現れたのが勇者アイネアス様でございます。並み居る敵を瞬く間になぎ倒し、邪竜に戦いを挑みました。激しい死闘が繰り広げられ、巨大な力のぶつかり合いは大地の形すらも変えました。そして9日間に及ぶ長い戦いの末、アイネアス様は見事邪竜の眉間に聖なる剣を突き立てたのです。巨大な体はのたうちあがき、空を横切って世界の果てサランダの峰に突き刺さり、そのまま動かなくなりました。それが邪竜の最後の姿となりました。人々は歓喜し、勇者を王として迎えました。英雄王アイネアスの誕生でございます。アイネアス様はイシュタリアを5つに分け、それぞれに王を置いて、その王に自治を任せました。自らは邪竜との戦場であったアラバト山の頂上に城を築き、眼下に広がるイシュタリアの都を治めました。これが400年の歴史を誇ったアステル王朝の幕開けでございます。邪竜の持っていたクレーネの石は城の高みに備えられ、魔法の光はイシュタリア全土をあまねく照らしました。すると不思議なことに、世界中の人々が特別な修行もなしに魔法を使えるようになったのです。魔法の力は我々の生活の大きな手助けとなり、農業、建設、交通、あらゆることに魔法が役立ち、生活は飛躍的に豊かなものになりました。
アリオス様、これがアイネアス叙事詩に伝えられる我が祖先の偉業でございます。いかがでございましたかな。この話はこの老いぼれの忠告を振り切って、一族の里を離れ王都の百鬼町にまでなられたあなた様への花向けでございます。愚臣どもがアリオス様を妬み辺境の知恵を言いやろうとも、あなた様の誇り高き血だけは変わらぬものとお忘れ召さるな。マクリアは辺境なれど、辺境にこそアリオス様のお力を必要とする民が待っておりますぞ。ご分をお祈りいたします。王都から遠く離れた西の辺境マクリア、モンスター討伐に赴いたアリオスは漁村に陣を張り、満足な分さえも持たない増兵たちを束ね、今まさに敵将カコースの本陣へと攻め込もうとしていた。決戦だ。この戦いでカコースと決着をつける。いよいよですな、アリオス様。マクリアのモンスター討伐も今日で終わりといたしましょうしかし王都の連中がこれを知ったら、今度はどんな辺境に飛ばされるか。言うな、ダイモス。山賊同様だった我が兵士も今では正規兵に勝る働きを見せている。彼らのためにも、日々苦しめられているマクリアの人々のためにも、今はモンスターを討伐することだけを考えよう。今日こそカコースを倒し、マクリアからモンスターを一掃する。優れた武人だが、若さゆえに引くことを知らん。明日の勝利のためにアリオス様を生きて戦場から返さねば。アリオス様、もはや兵は乱れ、これ以上戦うことはできません。ここは私めに任せて、どうか今のうちに。何を言う、ダイモス。この戦に敗れても必ず勝利の道はあります。しかし百鬼町であるアリオス様にもしものことがあれば、全てはこれまで。ご分を。ダイモス、行くな。ダイモス。うわっ。先生、着きますぜ。アリオス様、ご覧なさい、イクティア島です。なぜこんなところへ。おっと、もう暴れるのはよしてほしいですな。目を覚ますなり戦場へ戻せと大騒ぎして、あの荒くれ者のスイフたちがあなたを見て怯えていますぞ。なぜこんなことをした。
今はまだ何もお答えできません。あなたには果たさなければならない使命があるとだけ覚えておいていただきましょう。素性を明かさず目的もわからない男の言葉を素直に聞けというのか。接岸するぞ。下船準備をしろ。アリオス様、私はあなた様がどこにいようとも必ずお迎えに上がることを約束しましょう。どうかそれまで気を楽にしてお待ちください。まずは島に教会があります。そこへおいでになればよいでしょう。島でのことはシスターがすべて心得ております。島にはスライムしかおりませんが、剣の稽古を怠ってはなりません。じっくり再起を図ってください。ただこれだけは言っておきましょう。あなたに課せられた使命は辺境のモンスター討伐ごときではありません。逆らいたくとも運命の風は吹く。今伝説の風が吹き始めたのです。アリオスの活躍によってイクティア島に再び安らぎが戻った。ポルダとカスタの2つの村の人々は、島の混乱が自分たちの些細な意地の張り合いから起きたことを恥じ、これからはお互い力を合わせて暮らしていくことを誓った。おめでとう、テオ。これでメリナさんと暮らせるね。アリオスさん、こうやってメリナと一緒になれたのも本当にアリオスさんのおかげです。アリオスさんに会ってなかったら、きっと育児なしのまま炭焼き小屋でじいさんになってました。アリオス様は私たちの恩人、いいえ、この島のみんなの恩人ですわ。よし、決めた。俺たちの子供ができたらアリオスってつけます。いいですよね、アリオスさん。子供って、手をったらもう。きっと勇気ある強い男になります。毎日アリオスさんの話を聞かせてやりますよ。クロロスへ行く方法があるんだって。お待ちしていましたわ、アリオス様。クロロスへ戻る方法があるって本当ですか？ええ、女神像の前に立ってください。これよりイシュタルの門を開きます。イシュタルの門？一体どうやって？そのことについては今は詳しくお話しできません。さあ、女神像の前へ。マクリア国ドクサの教会までお送りいたします。なあアリオス、本気でビカラのとこ行くわけ？ビカラだって気にしてないぜ、こんなボロ船の一層ぐらい。借りたものはきちんと返す。我々は盗っ人の集団ではない。あらららららら、俺様は元から大泥棒、忘れてんじゃないの？アリオス様、ご心配をおかけしました。ともかくお前が無事でよかった。あれが別れとは思いたくなかったからな。それにお前には礼を言わなければならない。あの時お前の機転がなければ我が部隊は完全に全滅していただろう。ダイモス、感謝する。アリオス。ふーん、軍人さんってのは何かと大変そうだね。その点俺様は気ままな自由業。ま、そういう職業の違いは抜きにして、これからはどこまでも三人一緒ってことで。そうだな、今度こそカコースと決着をつけなければならない。ダイモス、リュコス、改めてよろしく頼むぞ。はい、お供します。任せてちょうだい。それではマクリア国東部グリコスの教会へお送りします。御心に感謝いたします。何時に祝福のあらんことを。
リオス百姓、レオン救出、まことに見事であった。礼を言うぞ。そなたはもともと兵を借りにこの城へ来られたとか。我が君、レオンを助けてもらった褒美に騎士団を貸してはいかが。おお、さすがは我が英霊に。早速そのようにしよう。ありがとうございます。しかしすでにそれには及びません。諸悪の根源であったカコースは滅びました。私は王都へ戻ろうと思います。そっか、では気をつけて凱旋するがよい。気をつけて凱旋するがよいだってよ。結局ありがたいお言葉以外何にもなしか。言うなリュコス、マクリアが平和になればそれでいいんだ。その通りです。人々の笑顔が何事にも変えがたい我々への褒美なのです。腹の足しになんない褒美だぜ。さあダイモス、リュコス、王都へ向かうぞ。Thank you.
エーネ・ジュエルの力は一体どうなったのだ。それが皆目わからんではすまぬぞ。フレーネの力を失えば我がイシタリアはどうなることか。失礼いたします。おお、何か良い案が浮かんだか。ただいま旅の者と申す老人が手立てはあると王に謁見を申し出ております。わしに会いたいだと。老人のたわごとか。それどころではないわ。いや待て、その者の素性は。それが旅の者ということ以外は一向に。ただその者の申すにはクレーネに対抗する力が動き始めたためとか。クレーネに対抗する力だと。よし、迷ってはおられん。通すがよい。このような老いぼれをご城内に入れていただき感謝いたします。挨拶はよい。この突然の混乱を止めクレーネを正常に戻す手立てを答え。たやすいこと。クレーネ・ジュエルは希望の光。この異変は希望の光を拒む者どもの悪しき願いが邪魔をしている者に他なりません。私が直接クレーネに願いをかければ力はすぐによみがえりましょう。お前が願をかければクレーネは再び青き光を放ち魔法が使えるようになるというのだな。その通りでございます。私めにお任せあれ。何、すぐさまクレーネの輝きを復活させてご覧に入れましょう。よかろう。この者をクレーネの塔へ案内せ。はっ。アイネアス、この輝きを。さあクレーネよ、我が望みを叶え。邪悪なる黒き闇の輝きを放つのだ。雨雲じゃないの？いや、あんな雨雲があるものか。妙だな。確かあの辺りはボラース地区か。あの光は何だ？行ってみますか。あらららら、一刻も早くオートへ帰るんじゃないの？つまんないこと気にしないでオートへ向かおうぜ。うまい酒と綺麗どころでパーッとね、パーッと。ここからボラースまでならさほどの道のりではありません。よし、行ってみよう。あら？あらららららら、ちょっと俺様を置いてくなって。それではミレニア国ボラース地区ビスキオの教会へお送りします。御心に感謝いたします。何時に祝福のあらんことを。
お願い頼みあるお供アルゴスしたいポラース代表、うん、固いアルゴス決心役立つします。弱ったな。気持ちは嬉しいけど外の光はまだ。それなら大丈夫よ、任せて。ビスキオの覚書を調べていたらこういうものが出てきたの。さすがビスキオね。ほらこれを飲めば邪悪な光に当たっても平気になるのよ。何それ、そんなもんがあったの。それだったらあんな面倒くさい結界なんか。何言ってんのよ。この小さな欠片一つ作るのにもすっごく魔法の力が必要なのよ。全員分なんか作ってたらたちまちおばあちゃんになっちゃうわ。ビスキオもこれ一個しか作れなくて途中で諦めちゃったみたい。アルゴス、これを飲みなさい。これで私たちと一緒に行けるわよ。うん。様がそう言ったからってね、アリオスにとっちゃいい迷惑だろうぜ。で、導いて何するわけ。導いて、あとは時が真実を明かすって。いい加減な師匠だな。お師匠様には深いお考えがあるのよ。まだ私たちには分からないだけなんだわ。しかし、難しいところだな。オートは今、邪竜ダルダンディスの占領下にある。このまま王都を放ってはおけんでしょう。ギムノスで何が待っているのかは私にはわからないけど、お師匠様の言葉が無駄になるとは思えないわ。我々がギムノスに回っている間、王都は健在だという保証はない。我々には軍人としての義務がある。王都へ行くにしてもギムノスへ行くにしても、ここにいてああだこうだ言ってたってしょうがないでしょう。なあアリオス、俺様が一っ走り行って王都の様子を見てくるぜ。それで王都の様子がまずいようだったら、その時はピラーちゃんの言うようにすればいいんじゃない。確かにリコスの言う通りだな。今は考えてる時間よりも真実が欲しい。リコス頼んだよ、王都の様子を探ってきてくれ。決まり。ほんじゃアリオス、ヤバそうな時には教会に愛のお手紙残しとくからね。ほんじゃちょっと行ってくるぜ。それではミレニア国アイマ地区コテの教会までお送りいたします。御心に感謝いたします。何時に祝福のあらんこと。あのアリオス様をしっかり捕まえとくんだよ。やだ、うん、可愛くないばあさんね。長生きするよきっと。当たり前だわさ、神女の役職を捨てて今や自由の身。今までできなかったことがわんさとあるでさ。これから青春真っ盛りさ。で釣られて笑ってんのよ。美しい眺めだ。心は残るが、いつまでもここにいるわけにもいかない。そうですね、王都の様子は気がかりです。王都の民は今不安の中にいます。早く王都にもこのような安らぎの時を取り戻さねばなりません。
それではミレニア国カトゼス地区カトゼスの教会へお送りします。この地区は王都のすぐ隣にあります。お気をつけて。御心に感謝いたします。何時に祝福のあらんことを。私はエナス賢者からアリオス様をパルティア神殿へお連れするようにと仰せつかっている。パルティアへ？私そんなの聞いてないよ。お師匠様は義務の末連れてこいっておっしゃったのよ。君と私とでは役目が違うのだよ。第一、義務の末行くのならパルティアは通り道じゃないのかね。おーい、アリオス！リュコスか？うるさいのが帰ってきたか。なによ、置いてっちゃうつもりだったの？一人で頑張ってきたんだぜ。少しはねぎらってほしいよね。それで、王都の様子はどうだった？それがもうむちゃくちゃ、シャレになんないぜ。町はモンスターの襲撃で跡形もなくなっちまってる。あいつらに比べたら、カコースなんか雑魚だぜ、雑魚。そんなのがうじゃうじゃさ。まさか、そこまでひどいのか。攻め込む余地は？攻め込む？冗談だろう。城まで行くつもりだったんだが全然無理だった。この俺様が逃げるのに苦労したぐらいだからな。アリオス様、決断の時ですぞ。ああ、一刻も早く王都へ戻り邪竜の兵どもから民を解放したい。しかしリュコスの見てきた状況からすると、今我々が王都に戻って戦っても一時しのぎの抵抗にしかならないだろう。ヌス、さっきの話を続けてくれないか。パルティア神殿にはソフィアという聖女がいるそうです。ソフィアは生まれながらにしてその役目を運命づけられている娘とか。その人に会えばよいのだな。ソフィアは世界でただ一人、クレーネの光も特別な修行も必要とはせずに魔法が使える人物なのだそうです。クレーネの光がなくても魔法が使えるか。エナス賢者の考えはどうもその辺りにありそうですな。よし、会ってみよう。その人にパルティアへ向かおう。それではパルティアへお送りいたします。御心に感謝いたします。何時に祝福のあらんことを。信じられないことだったわ。パルティア神殿にアリオス以外の男の人が入ってくるなんて。茶色の髪、冷たい目をしていた。その男は何のために神殿へ来たんだろう。ドラゴンスレイヤーのことを教えろと。ドラゴンスレイヤーを？アイネアスの剣のことを知っていたのか。ええ、サランダの峰にあるドラゴンスレイヤー、そこには今でも邪竜の骨があって、アイネアスが突き立てたドラゴンスレイヤーがまだ刺さったままになっているというわ。彼はそのことを知った上で剣を抜く方法を尋ねてきたようだった。でも私には何のことだかわからない。剣が抜けないものだということも全然知らなかったもの。その男は一体どこへ行ったんだ。彼はサランダへ向かったようです。しかしいまいち下せねえな。モンスターがドラゴンスレイヤーを欲しがるってんなら理屈は通るけどさ。ドラゴンスレイヤーを狙っている男がいる。一体その男は何者なんだ。王将様ならそいつのこと知っていらっしゃるかも。義務の末急がねばなりませんな。エナス殿と対策を練らなければ。お師匠様に知らせてくる。アルゴス、一緒に行こう。あらららら、行っちゃった。せっかちなお嬢ちゃんだこと。他の者たちはどうしましょうか。そうだな、
ってそのドラゴンスレイヤーを狙う謎の男について調べる必要がありそうだ。お許しいただければ、それはこの私めが。その男の考えがわからないだけに用心しておいた方がいいな。リュカス、お前も行ってくれるか。おいおい、調べ物ならお任せよ。頼りにされて光栄だね。敵は魔法の使い手です。メディア、あなたも一緒に行ってあげてください。承知しました。それではギムノス銀山の教会までお送りします。アリオス様、ソフィア様、どうかお気をつけて。御心に感謝いたします。何時に祝福のあらんことを。ジードはどこへ行ったんだ。部下に我々のことを任せて安心しきっているわけでもないでしょう。アリオス様、今のうちにドラゴンスレイヤー。分かった。これがドラゴンスレイヤー。あ、簡単に抜けた。しかもこんなに軽い。そうか、ソフィアか。驚いた。そうも簡単に抜いてしまうとは。ジード、私としたことが盲点だった。ソフィア、お前こそがドラゴンスレイヤーの封印を解く鍵だったのだな。ソフィア、体が動かない。こんな魔法を解くこともできずにドラゴンスレイヤーの継承者を名乗るとは。ソフィアをどうする気だ。私の城に招待させてもらうよ。ドラゴンスレイヤーを我が物とするにはこの娘の力が必要なようだ。お前の命を取らずに置くのはせめてもの情け。感謝するがいい。大丈夫なんですか。ピュラーが手当てをしてくれたおかげでな。しかししばらくの間は外に出るのもままならぬようじゃ。それにしてもなぜダイモスたちがここに。ソフィア様の悲鳴が聞こえた。聞こえた。メディア殿はソフィア殿と心で交信できるそうだ。こうしてはおれぬ。早くお救いしなければ。ソフィア様が呼んでいる。今闇雲に動いてもジードには勝てぬ。しかしそれでは。あやつがソフィアを連れて行ったのはドラゴンスレイヤーをまことのものとするため。まことのドラゴンスレイヤー。ドラゴンスレイヤーは今のままではただの剣。邪竜を倒すほどの力を持つ真の剣とするためには特別な施しがいるのじゃ。それにはソフィアが必要となる。あやつはそのことに気づきよったのじゃ。でも変です。お師匠様、ジードは邪竜の手下なんでしょ。だったら邪竜を倒すためのドラゴンスレイヤーなんかすぐに壊してしまえばいいのに。それがあやつの恐ろしさよ。ジードにはまた別の狙いがある。そういうことじゃ。まさか邪竜に取って代わろうとでも。アリオスよ、カゲロウの町へ向かうがよい。カゲロウの町。砂と灼熱の嵐に覆われたエレミアの国にある。しかしその町は地上になく地平線に揺らめくカゲロウのように天空を漂っておるのじゃ。そこは女神イシュタルの住む場所でありアイネアスの故郷であるとも言われている。そこへ行けばドラゴンスレイヤーについての伝承も残っておるじゃろう。なるほど。
遅かれ早かれジードもそのことに気づくとしたら、奴もカゲロウの町を目指すはず。ピュラーよ、お前もエレミアへ向かうがよい。でも怪我をしてるお師匠様を放っていけません。ここに残ります。カゲロウの町は魔法の力がないものだけでは見つけることは難しい。お前が行かずして何とする。お師匠様、時間が惜しい。私はメディアと共にジードの本拠地へ向かい、ソフィアを助け出す。カゲロウの町を探すのはダイモスとヌース、それからピラーに頼む。一足先にエレミアの砂漠へ向かってくれ。ほんじゃ俺様は敵の本拠地に乗り込むアリオスにお供するぜ。アルゴスも砂漠には行けないよな。うん、アリオス様お気をつけて。あ、必ず追いつく。それではギムノス国ダクル地区ダクルの教会へお送りします。御心に感謝いたします。何時に祝福のあらんことを。ありがとう、ソフィア。君のおかげでドラゴンスレイヤーを取り戻すことができたよ。いいえ、アリオス。私も驚いているの。きっと、あなたがいたから、あんな力が出せたのね。でも、なんだか怖い。私にあんな力があったなんて。おお、すっかり二人の世界ってやつ。でも感動してる場合じゃないでしょうが、ジードはどこへ行っちゃったか分かんないんだぜ。見事に吹っ飛んだからね。そう簡単には戻ってこられまい。なーによ、メディアお姉様まで笑ってる場合じゃないよ。もうみんなお気楽なんだからさ。ねえアリオス、カゲロウの町って聞いたことはある？え、ソフィア、カゲロウの町を知ってるのかい？私たちはカゲロウの町へ行けとエナス賢者に言われたんだ。ダイモスたちはカゲロウの町を探すため先にエレミアの砂漠へ向かってる。まあ、やっぱり不思議ね。あなたとこうしていると風の中から声がするの。カゲロウの町へ行きなさいって。よし、エレミアへ急ごう。それではエレミア国ラマバードの教会へお送りいたします。御心に感謝いたします。何時に祝福のあらんことを。こうなるような気はしていたが。ヌースのか。我らの主人は普通の人間とは違う。ここまで仕えることができただけでも幸せだった。みんなで戦おうって誓ったのに。別に誓いを破ったことにはならないさ。俺たちは俺たちなりに邪竜と戦えばいいのさ。そしたらまたアリオスに会える？いや、でも追いかけてくるって。俺たちの道は決まってるわけだ。で、リアラちゃんはどうする？え、私か。そうだね、カゲロウの町にあるっていうすごい織物を手に入れたかったんだけど、仕方ないわね。夢を追うより今日の商売を考えるさ。ずいぶんサボっちまったからね。夢を追うより今日の商売か。
うまいこと言うね。人の希望となる夢も蛇竜がいる限り我々には見ることもできない。今はアリオス様を信じるだけだ。で会いたくなかった。もっと別の出会いができれば。私は我が一族を辺境の里に押しやった無知な人間どもに復讐を誓ったのだ。アステル王朝を再建し正当なる一族の統治を復活させるとな。だがそんな私を長老たちはアイネアスの意志にそぐわぬとして一族から追放した。思えばあの時からただヤニクモに力だけを求めていた。私にはやっと分かった。今になって私が追放された理由が。必要な力でもアステル王朝を復活させることでもなかったのだ。アネモス、お前は自分の信じた道を進め。ジド、ジド、兄さん。アネモスよ、これからこそがお前にとって最も苦しい戦いとなるであろう。これは幾多の虚空よりも長く遥かなる時の果てより受け継がれし力、ドラゴンスレイヤーを誠のものとするためにこのイシタルの石を受け取るがいい。ソフィア、今こそお前に秘められた力を呼び覚ます時だ。私は今ようやくすべて思い出すことができました。女神イシタルのこともドラゴンスレイヤーのことも、そして邪悪なる者へ立ち向かう勇者のことを。私はこのために生まれてきたのですね。よいか、ソフィアよ。はい。どういうことだ、教えてくれ、ソフィア。君は一体。目に映ろうすべてはこの世にとどまらず、人は人を導く者に永遠の風を感じるであろう。ソフィアはこれよりドラゴンスレイヤーの魂となる。そしてアネモスよ、そなたは世界を導く風となるのだ。アリオス、しまないで。私は忘れない。短い間だったけど、あなたと会えてよかった。あなたと同じ風を感じることができて本当に楽しかった。忘れないで、すべての風はあなたと共にあることを。ソフィア、無駄にしてはならない。オートへ向かえ。ダルダンディスは世界を暗黒へ導こうとしているのだ。この世界を救えるのはもはや誠のドラゴンスレイヤーを持つそなただけなのだ。
チュエルの力はあまりにも強力だった。もし私がその力を借りて豊かな世界を作り上げたとしても、それが果たして本当の平和だろうか、それで人間は幸せなんだろうか。それに私自身、それほどの力を手に入れてこのままの私でいられるかどうか。多くの人々が力に巻き込まれ、力は醜い欲望を生み出す引き金となってしまった。人間は長い間クレーネの魔法の力を頼って生活してきた。クレーネの力がなくなれば人は迷い混乱するかもしれない。でもそれが本来の人間の姿なのだと思う。借り受けた力でなく自分たちの力で暮らしてこそ本当の生活があり、人は前に進むことができるんじゃないんだろうか。必要なのはクレーネの力ではなく自らで歩む勇気だったのですね。クレーネの力はなくなってしまった。また千年前の魔法のない世界に戻ってしまったのか。みんなうまくやってくれるだろうか。そのことなら心配には及びません。無論多少の混乱はあるでしょうが、人はそれほどやわなものではありませんぞ。現にアリオス様は自らの力であのクレーネに打ち勝ったではありませんか。アリオス様の志は必ずや世界の人々に通じることでしょう。クレーネ・ジュエル、強力な力を持ち、その力を必要とするものを求める悲しい宝玉。クレーネは欲望を持つ主なしでは存在できなかったのか。一時はどうなるかと思ったぜ。ねえメディア、私たちみたいな魔法使いは魔法の力をマスターしたら、やっぱりいつかはクレーネ見たくなっちゃうのかな。そんなことはない。魔法の力は使う者の心に深く関わるもの。魔法を使う者が自覚していれば決して道を外すことはない。そのためにも心の修行をしなくてはな。それにしてもこのクレーネ・ジュエルの件に我々が関わっていることが知れたらまた大騒ぎになりますな。なんてったって、砂利をやっつけたついでにクレーネ・ジュエルをぶっ壊し魔法を永久に使えなくしちまったんだからな。うんうん。ともあれ、伝説の風の予言が見事に現実となったというわけですな。ヌース、貴様のことだ。大方こうなることは予測していたのではないのか。エナス殿の話を聞いた時よりな。しかしこうも早く全てが行われるとは思ってもいなかった。お、ドラゴンスレイヤーが。Ha ha ha!